世紀末から20世紀初頭のウィーンにあって、28年の生涯を早馬のように駆け抜けた一人の画家がいました。エゴン・シーレ。彼の描き出した魂の表現ともいえる数々の肖像画は、今も私たちの心を捉えて離しません。エゴン・シーレは1890年ウィーン近郊の小さな町に生まれました。早い時期に父を亡くしたシーレは画家を志し、1906年ウィーン美術アカデミーに入学します。威厳に満ちた白髪の紳士。アカデミー在学中に描かれた初期の人物画、父の死後シーレの後見人でもあった叔父のレオポルト・ツィハセックがモデルです。厚く塗られた絵の具は後の独自のマチエールを思わせます。1907年シーレは後に生涯の師となるグスタフ・クリムトと出会います。新しい芸術を目指した分離派の初代会長、そして華麗な女性肖像画で知られるクリムトはウィーン世紀末を代表する存在でした。正方形のカンバスに装飾的に描かれた椅子に座る男性、アカデミー時代の友人をモデルにしたこの作品からはクリムトの強い影響がうかがえます。アカデミーの保守的な教育よりもシーレはむしろクリムトや分離派に学び、独自の芸術的基盤を築いていったのです。1909年アカデミーを退学したシーレは友人らとともに新芸術家集団を結成。翌年これまでの殻を打ち破り表現主義的な様式へと向かいます。角張った直線、極端に引き伸ばされた輪郭、以前見られた装飾性は一切排除され、正方形の空間に浮かぶように人体が描かれています。シーレはデッサンや水彩画にも精力的に取り組みました。中でも裸体はシーレにとって重要なテーマとなっていきます。粗悪な包装紙に描かれた自画像、肉体をくまどる白のグワッシュによるグラフィカルな表現はロートレックを思わせます。シーレ独自の魂までもえぐり出すかのようなスタイルは裸体像、とりわけ自画像において確立されていったのです。1911年シーレは母親のふるさとでもあるクルマウに移り住みました。そこで描かれた風景画の一つです。闇の中に浮かぶかのような幻想的な家並み。シーレの作品には次第に象徴的な気配が感じられるようになっていきます。つかの間の滞在の後シーレは最初の伴侶となるバリー・ノイツィルと共にノイレングバッハに居を定めます。大きく目を見開き正面を見つめるバリー、その背後に描かれたシーレの肖像、頭から彼が離れないという物語的な主題。シーレは
恋人たちの分かちがたい心理を表現しようとしたのでしょうか。装飾的な縞模様、そして象徴的に描かれたバラ。独自の絵画様式が花開いた1912年、表現主義の一つの頂点ともいえる大作が生まれます。空間の中に不安定な塊として描かれたクリムトとシーレ、二人の人物は一つのシルエットを作り出しています。シーレは同じ運命を共有する二人を肖像画を超えた真の芸術家の姿として表現しようとしたのです。この年シーレは初めての版画作品も手がけています。ミュンヘンの芸術家集団ゼマの版画集のために制作された作品です。ノイレングバッハでの制作は実り多いものでした。しかし画家としての順調な歩みは突然絶たれます。子供たちがアトリエにかけられた裸体のデッサンを見たことを理由にシーレは投獄されてしまったのです。この出来事はシーレに大きな打撃を与えました。出獄後シーレは痛手から立ち直ろうと頻繁に旅行に出かけました。母親との思い出とともにシーレの傷ついた心を癒すかのようなクルマウの風景、シーレ芸術の良き理解者だったハインリヒ・ベネッシュとその息子、友人たちとの交流もシーレの画家としての再出発を助けました。1913年に入るとシーレの作風には写実的で立体的な人物描写が見られるようになります。同時に内向性の強い作品も描いています。この時期シーレはエッチングの技法を学び6点の作品を残しています。ペンや鉛筆で描かれた攻撃的な描線はエッチングの手法によってさらに鋭く表現されています。穏やかな表情をたたえる女性。1915年バリーとの生活に終止符を打ったシーレはエディット・ハルムスと結婚します。しかし不幸にもその4日後シーレはプラハに召集されます。ロシア人捕虜を監視する任務、それでもシーレは絵筆を取ります。人物を正面ではなく斜め上から捉えた表現は後の肖像画を予感させます。1917年シーレの希望が叶いウィーンへの転属が決まります。その手助けをしたのが上官でありシーレの良き理解者でもあったカール・グリューンバルトでした。当館コレクションカール・グリューンバルトの肖像。シーレは短い生涯の最後の2年間に知人の肖像画を数多く描きました。
俯瞰の位置から立体的に捉えられた人物。鋭い描線と厚く塗られた絵の具は人物に彫刻のような密度を与えています。かつては人間の内面を主観的なリアリズムで表現しようとしたシーレ。ここではその姿全体を客観的な視点で観察しています。必要なまでに人物を描いてきたシーレの一つの到達点ともいえる作品です。シーレはカールの娘ステファニーの素描も残しています。晩年のシーレの描線は柔らかみを帯びボリューム感を増していきました。こうした傾向はエッチング作品にも見ることができます。晩年の風景画です。夕暮れの中描き出された四本の木、温かみのある色彩と柔らかな描線で表現されながらもどこか寂しげな情景。シーレは戦争の悲痛さを見たのでしょうか。1918年、シーレは第49回分離派展のポスターを制作しました。親しかった友人たちがモチーフです。一番奥に座っているのがシーレ。手前の空席は展覧会開催の1ヶ月前に亡くなったクリムトの席なのでしょうか。この展覧会ではシーレに焦点が当てられ、その芸術が一躍世間に認められるようになります。しかしその年の10月、スペイン風邪で妻エディットを亡くし、その3日後シーレも同じ病で帰らぬ人となったのです。人間を描き、その魂までをも表現しようとした画家エゴン・シーレ。最後の大作となった家族には自信に満ちたシーレ自らの姿が描かれています。